か水の色がドロドロってしてるのなのかな。うん、濁ってやろ。それはもうバスの上全部ドンと全部です。外遺体の損傷の自然もあるということですから、即死状態の人も外を打ったんじゃないかというような感じを持っていますけどね。怪我の程度で済んだんかやな、住めやいいかなという気持ちでこっちへ来て、ところがこの状況によっても全員どうも助からんなという状況で、なんかこう悲しいとか浮かっ腹が立つとかそういう感情はどうなんですか。通り越してもう何もいいの。魚釣りして見つかったよね。足も弱っていうよりも塊そのまま塊でドーンってしてね。岩盤みたいな感じですか。屏風がそのまま、全然崩れんですね。あ、屏風が。あ、なるほど。屏風みたいな、ね。そういう塊がまあ弱い。